11月7日水曜日朝6時38分のホームポイントは、ゆるいオフショアでいい感じのうねりがインサイドでブレイクしてますね。待てばロングならテイクオフはできそうな感じのうねりですね。ホームポイントの右もかすかなオフショアで、ああこっちの方がかえっていい感じのうねりがインサイドでブレイクしてますね。まあといってもテイクオフは厳しいか。ああかなりインサイドまで伸びてブレイクしますね。うねりの形はいいですね。今日も朝焼けが綺麗ですね。気温はちょうど10度ぐらいですね。今日も肌寒いです。風は今かすかなオフショアに収まってますね。ちょうど今セットの間で波がないですね。うねりがない状態ですね。ほぼ朝焼けがまだ綺麗です。